皆さんこんさこにちははクリアです今日はですす今日ねケイト・ピエロさんとケイト・ザッカー・ストワーズさんそれからダイソーさんであのこの前買い物に行った時にちょこっとケイト糸をですね購入してきたのでそちらの購入品の紹介をしていきたいと思います。はいそれではまず少ないもの順から紹介していこうと思うのでダイソーさんから紹介していこうかなと思います。 はいまず最初にご紹介しようと思うのがジュートヤーンこちらになります右がナチュラルで左がライトクララって書いてあるんですよねこれ春夏ケイトでナンバー左の方が254番でこっちが255番になりますでもう一個濃い色もあったんですけれどもそれよりこっちの方が色味がナチュラルの方が好きだったので私はこの2色を購入してきちゃいましたでこれは植物繊維ジュートですよね100% で30グラム32メートルでカギ針は8号です棒針10号って書いてあるんですけど棒針で編む人いるんですかねこれちょっと私はわかんないんですけれども色番 JYS2 って書いてありますこっちのライトが JYS1 ということですうーんこれを買ってきたんですけれどもなんか細いから なんか編みや太いまあ普通皆さん使ってるのってすごい太いやつだと思うんですけどあれってすごい力入れる入って腕とかが肩こりがすごいと思うんですよけどこれ細いから引き揃らいにしてもいいんじゃないかなとか2本取り2本取りじゃないやこれとこれとまあ1本ずつで編んでも いいいんじゃないかなかとと思っってちょっとお試しですねに購入ししてきましたでも3 2メートルしか入っていないのでそこがねうーんとネックですよね 32m でほんとバッグなんか作ろうと思ったらどれだけいるのかっていう,もうそんなんで1玉これだったら普通のあのコクヨさんの麻紐も使った方がいいかなとも思うので、まあ、とりあえずあの出ていたのをお試しで購入してきました。 なんか小さいかごとかだったらすぐ作れそうな感じなのでそれそういう感じで作ろうかなとも思ってますはいこれがジュートヤンですはいで次このラメラメちゃんをですね私ラメ好きなんですよすごいラメの糸を購入してきました華やか光沢色ルミナスで右の方がとブロンズカラーで左がシルバーカラー でもう一つゴールドのカラーがあったんですけどこれを見てもゴールドって私思えたのでもう一つゴールドは本当に金色っていう感じだったんですよねちょっと使えるかわからなかったのでこちらのブロンズカラーそれからシルバーカラーこれを 2,、えー、と2玉ずつですね購入してきましたでまず1つこちらからご紹介するとポリエステルが100%で2 5 g 9 3ル入ってます ですね針は6号でこれ色盤がこれは LU の3ブロンズカラーって書いてありますこっちが LU の2がシルバーカラーですで9 0 9 3ルも入っているので結構なボリュームであの色もすごいこれブロ,ンブロンズカラーは綺麗なんですよね で朝ひもと、あのー、揃えてやったとしてもなんかすごい綺麗な感じだなって私は思いましたブロンズカラーって何でも使えそうじゃないですかちょっとねこうやって見るとピンクゴール,ゴールドっぽいんですよでもブロンズなのでブロンズだと思います <laughs> こういった感じでこの朝紐と引き揃えても可愛いかなと思いました はい、こんな感じで、円編み3段だけ編んできました。で、この色だと、こっちの普通のナチュラルの色だと、やっぱりこのゴールドって言ってもブロンズのなんかピンクゴールドっぽいような感じがするので、馴染みがすごいいいかなと思います。これと白だと、やっぱりこっちの、あの、何て言うんですかね。こっちの色の方が買っちゃうので、だけどこれだったら、 あの肌なじみみたいな <laughs> いいみたいな感じですごく違和感もなくいけるんじゃないかなっていうふうに思いましたでもこの色がねないんですよねあの麻ひもでなのでどうしようかなまあでもこんな感じになりますよというご紹介だけさせていただこうかなと思いますはいシルバーは普通にシルバーなので皆さん大体いたい 検討等がつくかなとは思うんですけれどもシルバーだとこっちのホワイトで合わせた方が綺麗かなどうなんでしょうかねでもシルバーはシルバーなのでこっちだともう、まあ、完全に浮くっていうのがわかると思うんですよこれだと絶対にブロンズがもうぴったりだと思うんですけどシルバーでうまくいくのかな はい、こちらの方も、まあ2段だけなんですけれども、円編みで編んできました。でちなみに私、7号針を使用したので、ちょっときつくというかなってるかなとは思うんですけれども、どうでしょうかね。白もシルバーでいくとすごく可愛らしくて綺麗ですよね。うん、やっぱり白はシルバーが合いますよね。で、この色はやっぱりこっちのブロンズのカラーが合うかなと思います。うん、可愛いいかも。バッグとかに多分入れたらすごいキラキラで、 キキラキラ好きの方にはいいいかなと思いますこれぐらいの色味だったら本当なんか可愛らしくなりそうな気がしますよね。朝ひもと合わせるのもいいかなと思います。私最近朝ひも結構あのいっぱい買ったので朝ひもを消費するっていうのもあるんですけどこれで編んでもいいかなとも思いました、はい。これがまあでもダイソーさんで購入した商品になります。こちらですね。ここれれれとそれからこれ はい、こちらのご紹介になりましたはいそれでは次にケイトピエロさんで購入したいとをご紹介したいと思いますまずこれとこちらなんですけれどもこれはもういつも定番で私買ってますベーシックコットンになります両方ともベーシックコットンなんですけれども開封してみると面が 100%30g 玉の55メートルかぎ針が2号から4号の指定ですで棒針は4号から6号になってます 色番が7番のこれカフェオレという色味になってるんですけれどもほんとカフェオレの色なんですよね何でも合いそうな感じこれとこれでも合うしこれはほんとに何でも合いそうな感じなのでこういう定番を持っているとまあ編む時合わせやすいかなと思ってこちらを購入しました5玉パックなんですけれどもお値段いくらだったっけな5玉パックでうーんと833円ですねちょっとお安いんですよねこれ。 うん、普段よりかはちょっとお安くなってるかなと思います。はいこれがベーシッックコットンのの色番7番7カフェオレですでこちらの方が「ベーシックコットンカラーズ」というものでま法、あ、定表示とか綿100%であとこれも同じなんですけれどもこれは色番の12番。 それのフレンチミモザという色になります。で最近私こんな色ばっかり購入してるんですけれども、こっちの、これも一緒に購入したんですよ。コットンニートの704番のこれターメリックという色なんですけど、なんか黄色、最近ちょっと購入しすぎてるなぁと思って、はい。ちょっと、なんか、なんかね、時期によってこの色がいいと思ったら結構この色ばっかりってなっちゃう時期があるんですよね。うん。 ない,ないですか私結構ねかぶったりするんですよね。買った後にああ一緒だったっていうのがすんごいいっぱいあるんですけれどもこちらはですねミモザフレンチミモザというとおりミモ,ミモザすいませんミモザの色なんですよねこれ。すごいね綺麗な可愛らしい卵色って言ったらなんか違うって言われそうなんですけどほんと愛らしい色味でこれも何でも合いそうな感じかなと思います。白とか、まあ、茶色とかか茶色 うん、グリーンは合うけどブルーはどうなんですかね薄いうーんちょっとどうかなと思うんですけどなんか私が持っている色の中では合いそうなので可愛らしい色味だしこちらも、えー、5玉パックだし同じ値段の833円なので、まあ、ちょっとお安くなっているなっていうので購入してみましたであともう一つこちらですね、まあ、定番のアミアンの ものになりますこれ和紙100%の 40g 玉巻き約8 6ルでこれはかぎ針が5号から7号の指定で色盤が21番のこれほんと定番番ですすよねののアイボリーの色になりますこれはもうほんと編みやすいんですよね1本取りで編んでも2本取りで編むと結構ちょっと辛いかなとも思うんですけど2本取りで編むとしっかりするのでうんでもこの色はほんと何でも合いそうなっていうのは今回。 えとうんなので他にも色が私家にあるのがあるのでそれと合わせられるようにっていう感じで今回はこちら購入しました。はいでこれがまあ、ケイト・ピエロさんの購入品の紹介になります。はい、それでは次にご紹介するのがケイト雑貨ストアーズさんで購入した一等になります。 で、こちら、まあ、定番のやつなんですけれども、これ、ニューコットンベビーですね。こちらのご紹介で、ちょっと開封していきます。それでは、こちらもベーシックコットンと一緒で、5玉パックにこうなってるんですよね。それで、お値段が680円になっていて、すごいお買い得なんですよ。5玉パックって。で、私はこっちの2つの色をチョイスしてきました。で、右の方が、とコットンベビーの色番が、 09番これのピンクライラックという色でしたで左が色番0 8番の淡いラベンダーの色ですでこれを単品で使うとちょっと可愛らしすぎるかなとも思うんですけれどもこれと合わせることによってちょっと大人っぽさが。 出るかなと思ったので、この2色でちょっと編めればなと思って購入したんですけれどもこれはあくまでも私の頭の中の想像なのでもしかしたらまあ私いつも違うのになっちゃうんですけれども違うのになるかなとも思います。 でもこのの色を合わせたた方が綺麗かなと思うので購入しましま今は麺100%で 30g 玉の9 3ルにこれなっているんですけれどもこれ合太の太さになったみたいで私が前購入した時は中細だったんですよね3 0ムで1 0 0ルだから7ル分、うん、少なくなったんですけれども合太ちょっと太めになったということで、まあ、中細だったらすごい細いので編んだりとか棒針だったらいいかなと思うんですけれどもかぎ針で。 だとやっぱこれぐらいでいいんじゃないかなと。うん。改定してちょっとこれが出るのをちょっと待ってたんですよね。うん。けどはい。<laughs> なので出たので今回購入してみました。この色すごい可愛いですよね。で太さ的には、えー、っと3号から5号ということになっているのでちょっと外から取りますね。3号から5号 はいで参考のためにこれ今糸を出してきたんですけどねこれニューエンジェルコットンのカラーナンバー1番になりますこれは 25g65m でやっぱりあの少々太いんですけれどもこうやって見てみるとどうでしょうかねやっぱり細いかなーって思われるかなとは思うんですけれどもだいたい細さ一緒ぐらいな感じに思えるんですけどやっぱこっちのエンジェルコットンの方がしっかりしてるので。 こっちはやっぱりよりが甘くって細いっていうのが触っただけでわかるんですよねやっぱりこっちはやっぱしっかりしてますなのでやっぱりメートルが長い分と、まあ、お安い分もこうなってるのかなぁとは思いますまあ、参考までにこれもあの参考にしていただいたらなぁと思いますでかぎ針が345ということで多分私だったら4か5ぐらいを使おうかなぁと思うんですね はいそれではですねこれ編んでみましたコツツキてこうやってして編んでるんですけどこっちが5号で最初に編んだのが4号になるんですねでちょっと比べてみるとどうでしょうか全然変わらないか左これが4号右5号ですほんのちょっとだけ大きいんですよこっちの5号針のこっちの方がでも全然変わらないですよねだから編む時には多分私5号針で編んじゃうかなと思います 個数がちょっと大きいっていうのでうんかなっていう感じですかねこれはいこっちがこんな感じのニューベビーコットンこのの新しく改良されたいるですねそちらのご紹介になりますはいそれでは次にご紹介するのがこの3玉セットになっているポルカという糸になります これは、こっちのイエローの方ですね。これがカラーナンバー2番のレモンサイダーという色味の名前になっているんですね。で、こっちの方。これがカラーナンバーが3番。これのボタニカルという色になってます。で、サイト見てみて、実際この色を見てみたら、もう同じ色味だったので、そのまま載っているあの色味が、まあこれと一緒かなと思います。 でご紹介していきますとこれはですね麺が100%で 40g 玉巻きの3玉入ってる 75m ですね1つの玉が。で棒針6号8号でかぎ針は5号から7号になっています。で色味がねレモンサイダーとボタニカルということでまあボタニカルチックなのと。 レモンサイダーチックという色になってますすごいね段染めがねめちゃめちゃ可愛いなと思って3玉セットでちなみにお値段は500円でしたこれもお買い得かなと思います。でこういった感じの段染めなのでいろんな色がこう入っているのがね一色で編んでいても楽しいし引き揃えで編んでても楽しいかなっていう。 色になってますすごいね可愛い,いですよね太さ的にもまあ、編みやすいですよねかぎ針5号から7号なので5号だとちっちゃいような気がするので6号針7号だと大きいと思うんですよねなので私は6号針を使ってちょっと途中まで編んでみようかなと思いますはいこんな感じで少し数段だけ細編みの往復編みで編んでみました で色はこういった感じでまあ見た目通りな感じになってるかなと思うんですけれどもこの糸をですねちょっと見てもらうと分かるんですけれどもこう寄った時って寄ってるっていうかこうなった時ねじったりとかするとあのボロボロボロって寄りが甘い時ってほつれてきたりとかするんですけれどもそれが本当全くないですね。なので編んでてもストレスがなくスル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 編めちゃうのでと段染め好きの まあストレスなく編みたいなっていうのと3玉入ってても OK っていう感じの人にはかなり向いている糸じゃないかなと思いますこれでお値段500円なのでお買い得じゃないですかね1玉4 0 g 7 5ルなので、まあ、何か大きいもの編まれる方とかはこういう3玉パック買って編んでもいいかなと思いましたねマットとかにはどうだろう,うマットは薄いかなまあ何か うん、使えるかなと思って私いつも購入しちゃうんですけれどもまあ段染めさん段染め好きさんには向いてるかなと思いましたすごくあの編みやすいですはいこれがポルカの糸のご紹介になりますはいそれでは次にご紹介するのがこちらのマーブルシルクという 糸になりますマーブル調の編み地とシルクが素敵優しい肌触りでウェアショールにおすすめですという糸になってますこれカラナーバー1番のアクアパープルという色味の名前でした綿が73%絹が18%で049%で 20g 玉 67m 使用のかぎ針が3から5号の指定になってますこういった感じですねで私これを届いてから思ったんですけれどもこれに似てますよね 海のキララ、キラキキキラ、ララ、すまません間違えました。海のキラキラこれは、まあ、レオンと面で絹はこっちの方が入ってるんですけれども2 5 g 8 8 m 2号から4号でこっちの方がすごいあのーまあ、たっぷり入ってる分細いんですねでも色がねこれを薄くしたバージョンのこれに絹が入ってるからこういった感じのになってるっていう感じですね はいこれが届いてから気づきました。サイトでね見た時にはねめっちゃ可愛い色やなと思って購入したんですけれどもでお値段がねこれ500円なんですよ5個玉のパックでなのであのー、何かショールとか、えー、スカーフとか編まれる方は5玉パック購入されてもいいかなと思います。私はは安いといいいととうだけででで購入したと思いますでも薄色色ななののこっちの色は結構な 色は、うん、可愛らしい薄い色なんですけどそれよりもう一つ薄い感じの淡い感じになっているのでショールとかにされても違和感はそんなないような気が私にはするんですね。ちょっと一回あのご購入される方はサイトのあの画面で見ていただいてもいいかなと思います。っていうのがマーブルシルクの。 糸になりますはいそれでは次にご紹介するのがこちらのマジョリカという糸になりますこれあの在庫処分の品になるんですよなのでもう売り切れたらおしまいっていう感じの糸ですね これ表定表示は毛が73%ナイロンが27%で 40g 高温巻き6 6 6メートルです。で添え糸なので、まあ、標準の塩針は書いていませんということでこれが07番のグレーでこちらの方が03番のオールドブルーという色になります。本当でも添え糸なので細い感じになってますこれとか。 こんんな細いんですよ本当の添え糸でも白とかこれ入れたら多分色がちょっとあの混じってる感じになるかなとか思ったりこっちだとねそこ,こまであれなんですよねあの糸の感じはわからないんですけれどもちょっと入ってる白とかがあるのであのこれもサイトケイト雑貨ストアーズさんのとこ見るとわかるんですけどもああこんな感じになるんだっていうのがわかるかなと思います。 こういった感じの糸を買っちゃいました。で、お値段がこれも安くて、こんだけ入っているの二百六十八円だったんですよね。で、処分のものなので、お安くなってると思うんですけれども。そういったもので、私も今回購入しちゃいましたね。これ。はい、このご紹介がですね、マジョリカという糸になります。はい、これが最後のご紹介になるんですけれども、こちらの手芸用のラメ糸極細タイプ。これをね。 購入しましまたこれカラーナンバー4番のピンクの色になるんですけれどもこれは5つの5パックセットなんですね今1つ出したんですけれどもどんな感じか見るために出したんですけど5つのセットで250円のお値段になりますで出したのがこれになるんですけどほんと極細の糸なのでこういった感じでほんと細いんですよねで添え糸とかここにも書いてあるんですけど添え糸 とかまあそのままのご使用でもキラキラと目を引く作品に仕上がるということでまあ何かに入れたりこういう単品でもうこ,こで2本撮りとか3本撮りとかで編んでもいいという商品になっていますあとレースヤンとこういった感じで細いのでまあ、レースヤンチックな感じでこれだったら40番ぐらいの細さになると思うんですよね40番ぐらいかなこれ20番なので20番と一緒ぐらいかな と太いんですよねやっぱ20番の方がなので40番よりかは太いと思うんですけれどもそんな感じでレースレース糸としてこれは使えるかなと思います。というのが今回購入した商品の紹介になります。 はい今回はですねケイト雑貨ストアーズさんとケイトピエロさんそれからもう少しなんですけれども100均のののダイソーさんの商品のご紹介をしましまたで私が本当個人的に思ってる感想とかをもう率直に言ってるだけなので皆さんのあのお買い物の参考になるのかちょっとわからないですけれども少しでも皆さんのお買い物のお役に立てれば幸いかなと思います。 はい、今回の動画はいかがだったでしょうかこの動画が良ければ高評価それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。